はい、皆さんおはようございます。と南インドにある英語外国大学2年生のシルビです。タレニアです。よろしくお願いします。はい、と始まる前に私たちがオンライン授業を受けたアプリは Zoom です。そしてサイトは Google ドライブのサイトで資料とかとPDF など、資料をアクセスすることができました。そして最も利用したデバイスはスマホでした。はい。今日は今学期の振り返りについて話したいと思います。今学期特には2月、3月と4月です。と今日はテーマは3つテーマで話します。とこの3ヶ月何を勉強しましたかと、受けたオンライン会話授業の感想と、最後は教えた、1年生に教えたオンライン授業の感想です。まずはこの3ヶ月何を勉強しましたか？まずは2月に日本の歌を勉強しました。先生がいろんな日本の歌を紹介して、クラスメートのみんなは歌を聴いて歌詞をちゃんと読んで質問などを答えました。例えば手紙という歌では、私たちが歌手は何を言いましたか、誰と話していましたか、そしてタイトルはどうして手紙ですか、そんなことについて考えるようになりました。そして丸ごとの教科書です。丸ごとの教科書では、スポーツとか家を探すや日本の食べ物などのトピックで、新しい語彙の使い方を習いました。そして教科書にある会話を聞いて、自分でクラスメートのみんなでロールプレイとか会話の練習をしました。そしてポッドキャストもしました。ポッドキャストにはスクリプトを見ないでグループで長い会話を録音しました。そしてメモの作り方も習いました。メモというのははっきり何について話したいか、そのことをはっきり書くことです。そして、はい、先生が YouTube にもアップしましたので、もっと知りたい場合は URL を開いてみてください。はい、会話の練習。教科書じゃなくて、教科書以外のテーマ。例えば、好きなこととか、好きな祭りなどのトピックにも、会話を練習しました。グループに分けて会話を練習して、今どんなレベルにいますか、レベルをもっと良くなるに何をしますか、そのことについて先生に話してもらいました。そしてサプライズ授業もしました。今家に戻ったので、サプライズ授業は、1回じゃなかったですが、サプライズ授業の時、先生がいろんなゲストのプロフィールを送って、そのゲストのようにロールプレイをして、私たちが、そのゲストの好きなこととか、キャンパスはどうやって紹介するか、そのことを習いました。会話の流れはもっと良くなるように練習しました。はい。はい。じゃあ、3月にはシルピさんが説明したように、丸ごとの様々なトピックに関連する新しい語彙を学びました。そして、3月からオンライン授業が始めたので、歌の練習もちょっと違いました。先生から歌の歌詞と質問を受けた後、私たちは研究してそのテーマで話し合ってまとめました。じゃあ、次は4月です。4月に私たちは会話を練習する新しい方法を学びました。Vlog では学習資料を見ずに短時間話題について話しました。その方法でマインドマップを作ることを習いました。そして大体みんなを知っている世界と私のセッションをしました。このセッションでいろんな文化のこととメモを作ることを学びました。最後は資料です。丸ごと以外トピックは資料で学びました。例えばコロナウイルスや夏の過ごし方などテーマについてもっと詳しく話をできることを習いました。はい、シェフさん。
次は私たち2年生の学生はと受けたオンライン会話授業の感想です。とコロナウイルスの脅かしでみんな家に戻ったので、とたぶん3月からとオンライン授業を受けました。はい、とまずはシラバスです。シラバスはちょっと違ったので、と良かった点は新しいことを習えたんです。例えば、大学に行ったとき、ブログとか、世界と私などのセッションはしませんでしたが、新しいことを習いました。そして、教科書だけじゃなくて、教科書以外のトピックについて話せた。例えば、今の場合、コロナウイルスとか、どうやっていろんな国に夏を過ごしますか？そのテーマについて話せるようになりました。はい、問題点は、学期を始まる前に、JLPT の紹介をするつもりでしたが、今みんなは家に戻ったので、みんなで JLPT の紹介をできなかったです。今は、オンライン、みんなでするのは、ちょっと、不便だと思います。それで、JLPT の紹介をできなかったことの改善策はないと思います。でも、今の場合は、もっと会話が良くなるために、YouTube の短い動画を見ておいて、授業の時、簡単に話すことです。ちょっと歌の練習と同じで、動画はもっと面白くて、私たちは日本語の学生ですね。日本のいろんな地域の言葉も分かることができます。できると思います。次は授業です。授業の良かった点は、相手の人を見ないで話せることができました。そして、世界の人と話せた。と大学に行った時、会議だけでしたが、今は、前のセッションにいろんな国の人と話せることができます。そして問題点は、相手の顔を見なかったので、日本的な表情とか手振りとか習わなかったんです。そして、ブレイクアウトルームに分けてセッションをするとき、みんなは代表にならなかったです。代表になりたくない人も多かったです。でも改善策は、代表は時々先生に選ばれることはいいと思います。目的は、多くの学生はリードするです。はい、旦那さん。はい。次は宿題です。ほとんどの場合、宿題は調べることでした。例えば、歌の意味や資料のテーマのことなど。長い時間があったので、授業がもっとわかりやすくなりました。そして、宿題はあまりなかったので、授業の準備はすることができたから、問題点と改善策はありません。はい。4番目は資料の管理です。ほとんどのクラスと、学習資料はオフラインで利用できるため、参加できなかった人も録音を聞くことができました。それは良かった点でしょ。でも、一箇所になかったので見つけるのが難しかった。そのため、学生たちがディレクトリを作成すると使いやすくなります。シティさん、どうぞ。次は教師からのフィードバックです。今はフィードバックは評価じゃなくて、セッションのすぐ後のフィードバックです。例えば、ブレイクアウトルームに戻った後のフィードバック。良かった点は、セッションのすぐ後もらったので、会話がもっと良くなった。例えば、私たちがブレイクアウトルームにディスカッションするとき、受け答えはどうやってもっと良くなるかとか、どうやって日本語で簡単に説明するとか、そのことは習いました。そして問題点は、オンラインフィードバックするのはちょっと不便だと思います。もっと詳しくなくて、先生もブレイクアウトルーム、全部のブレイクアウトルームの会話を聞くことができないので、ちょっと問題点になります。でも、今の場合は、できるだけ頑張っていますので、改善策はないと思います。世界と私などのセッションにもできるだけフィードバックをするので、
改善策は今の場合はないと思います。そして次は受けられなかった時の対応です。と良かった点は先生が録画をしてセッションの録画をしてと資料もメールで送ったのでとダウンロードするのは便利だと思います。そして問題点は参加できなかった人にはその資料を見て録画を見てとちょっと文脈英語でコンテクストです、文脈が分かりにくいだと思います。とその理由はブレイクアウトルームの録画はしません、することができないのでちょっと文脈が分かりにくいだと思います。でも前と同じ今の場合はできるだけ、頑張っていますので改善策はないと思います。じゃあ最後は評価です。世界と私のセッションのスタート、先生とよくできた点ともっと頑張りたい点に話しました。でもオンラインで時間がと方法があまりありませんから詳しい評価はちょっと難しいです。改善策はないけどワンオンワンセッションが欲しいです。じゃあ3番目のセッションをしましょう。教えたオンライン会話授業の感想です。シッピさんと私はお盆祭りのテーマについて授業しました。その授業は、1年生と COP 学生たちがお盆祭りの時やってみたいことについて話すことができることを学びました。それで始めましょう。まずは、教科書や資料です。たくさん写真と適切な文法を使って簡単にそのテーマについて教えてくれました。それは良かった点でした。でも、私たちの資料には説明はありませんから、途中セッションの出た人たちに分かりにくいでした。だから、短い説明があったら覚えるのは簡単になります。次は授業です。私たちのセッションには英語も使ってもよかったら多くの人が参加しました。そして流れもよかったです。でも授業の時学生たちは教科書にアクセスするのに苦労しました。だから私たちは長い時間がかかりました。それで問題の解決中に学生たちと話し合えば時間を無駄にすることはなかったでしょう。例えば質問があったら学生たちが先生たちと話した方がいいと思います。シッピさんどうぞ、はい、次は時間管理です。時間管理の良かった点はテレナさんと私がセッション教えた授業の前に授業のスケジュール詳しいスケジュールを作りました。例えば各部分に使う時間を前に決めました。はい。でも問題点は決めた時間は25分でしたがといろんな問題があったのでかかった時間は45分になりました。それで改善策はスケジュール作る前に何を残すとか何を外すことを決めたら時間があまり残せなくてもとその場合は問題になりません。そして最後はその他のことです。と良かった点はチームはお互いに協力できたことです。私たちは2年生の先生は自分のセッションだけじゃなくて他のチームのセッションにも手伝いました。そして問題点は学生がちょっと緊張していたので先生が手伝いすぎました。そして私たちの初めのセッションだったので2年生の先生も手伝いすぎました。そして改善策は学生がもっと積極的な話をするようにアイスブレイカーが欲しいです。私が今言った通り初めてのセッションだったのでそして学生たちもちょっと緊張していたのでアイスブレイカーがもっとあればいいと思います。はい、皆さんご清聴ありがとうございます。ありがとうございます。はい、以上です。